皆さんこんにちは、ポケモンのルッチです。どうもコスケです。よろしくします。お願いします。さあ、ということで今回もサボンズボールやっていきたいと思います。はい、今回ですね、恒例ガオコラボ、よっしゃ、やった、声と鼻どうしたの、はいどうもオレンジですみたいな、花粉症がひどくてですね。てかこの時期にも花粉症になる？俺ね、ちょっとさっきさ、収録前の、収録前ちょっと話したけど、アレルギーの検査最近したんだけど、杉と、なんだっけな、もう一個あって、でそれが、ブタクサ？ブタクサじゃなかったな、なんかあって、でそれが大体、3月か4月ぐらいから8月まで年の半分、半年ぐらい、年の半分、俺花粉症叩かない、しんどいって、目もバチバチになるし、鼻もジュルジュルで、喉もね、イガイガになる、そう、はい、いやだから今日俺も朝起きたけど、ちょっと喉イガイガしてる、あれ歌いすぎたかなと思った、歌った最近、いや、一言も昨日喋ってない、いや、じゃあそれはもう花粉症、ブタクサ、ブタクサかい俺に豚って言いたいだけだ言い始めたの、お前ら、そうか、はい、という感じでですね、私、花粉症に悩まされておりますが、はい、あ、ビラノマって薬がすごく私、愛用していて、めっちゃ効いてる、アイン、アイン、アインだね、しててすごい効くんで、ぜひ皆さんも使ってください。いや、知ってるよ、みんな知ってると思う、いや、なんだっけ、耳鼻科で処方される、そう、買えるやつじゃないからね、はいはい、ということで、今回が本コラボやっていきたいと思います。突然来たね、突然来た、今回は、これパズドラだよね、多分ね、なんか竜風刺シリーズみたいなのあるもんね。ああ確かに。それのキャラも、はい、リーベさんでございますと。はい、俺も何能力見てないんだけど、HP タイプまたはジェンスタイプの味方は HP が3倍、HP 依存ダメージスキルの力が12倍の、スキルダメージを 25% 軽減。はいはい。なんか久しぶりに見たこんなシンプルな。そうだね。スキルか。いつもやばい。あれ HP ちょっと待って、HP 依存ダメージってさ、HP 依存っつったらもうほんと初期からランスロットとか、ね、そうだね、HP 依存、HP 依存で、何て言うの、フィルター外してる、言うほど、あ、違う、ごめんなさい、フィルター入ってる、新しい方だと最近の倍率高いのは誰なの、5倍、そいつはあれはガチャキャラだっけ、ガチャキャラガノッシュ10倍、まあ、そいつ結構強い、27.5倍、あ、でも3倍なんだ、 HP が3倍になるけど、パシルに関しては HP が上がんないんだ、はいはい、から依存ダメージもちょっと少ない、あ、じゃあそのトントンぐらい、って考えると最大倍率 50% 以上攻撃力がいってもあ最大倍率っぽいな、過去、まあ、今回のキャラ多分、ああでも HP3.5 倍の6倍、やべ計算できねえ、まあでも直文はほら、まあ、一応なんていうのコラボ限定のキャラだから、そうだね、ガンホーコラボってまたね、来るのが確定してるからね、まあ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 、HP が3倍、HP の能力が10倍、まあこれぐらいだろうな、マルチカイザー、まあ相当倍率としては高いということは分かりますね、はい、まあシンプルなリーダースキルでございますと、ほんで、スキルはですね、盤面上から1列置きの横列の敵に、あ、こういうことですね、うん、はい、味方全体の残り HP40% 光属性防護貫通かつバリア破壊ダメージ &HP10% 出力で回復マックス設置、うーん、まあ、攻撃と回復ができますよと、はいはいはい、平ダメージ吸収レベル3と全体化、そして特性変すると、隠し相手負けレベル3がつきます、じゃあもうアイテムもりもり、そうだね、でもスキル共鳴場所だから特性は熱いね、これも結構どんどん成長できるタイプですね、でリーダースキルは変わりました、通常スキルが30周目です、もうほぼ全体だよね、の敵に250ポイントのスタンダーメージ &HP20% 回復の縦横斜め前列範囲すり抜け回復マス設置、いずれかの敵を3回選択して味方全体の残り HP50% 光属性防寒つかずバリア破壊ダメージ、なるほど、回復もして全部当てると、そう、まあ、スタンもいけますよというのと、うん、3回選択で HP50% だから150% 分のダメージを与えれる、しかもあれだよね、スタンしたらワンチャン相手のね、あのバフが外れる可能性もあるから、そうだね、スタンすれば外れるね、
で、T スキル敵全体に味方全体の残り HP4 倍光属性バリア破壊だもん。へえ、 50% も使うの？ 50% も使うの？結構強いじゃん。いやめっちゃ強い、4倍ってえぐいね。うん、へえ、おもろいな。はい、そしてブラックバード、カラスかっこいい。エリーダスキル闇属性またはバランス作用からダメージを65%軽減、うん、攻撃力アップまたブロック状態の時に攻撃力が30倍回避率がかなり上昇、うん、シンプル。こちらもシンプルですね。スキル TF 忍者モード、自身に闇属性攻撃力50倍、縦3列防護貫通かつバリア破壊オートダメージ、縦3列か、うん、で発動するために HP30% すり抜け回復マス設置、持続中を。こいつも回復マス。そうだね、回復マス、回復マスはなんか流行ってるのか。でもあれだよね、あいつとの相性違うもんね、バランスタイプだから。そうだね、HP ディフェンスじゃないもん、一緒にはいけそうないんで、うん、また違う回復マス系なの。そうだね、闇属性が50倍だから200倍だな、強いな。攻撃力も結構高い方でした。かっけー、右手ガトリングやん、カジタや、一時期のカジタや、うん、いやそれよりバレてない、カジタさんよりバレてない。 あ、そうか。あ、そうだね、確かに。リーダースキルは変わらず、うん、通常スキルが、チェーンの十字列の敵に読み させる攻撃力、うわすごっ、110倍かける4回連続防護貫通かつバリア破壊ダメージ、うーん、十字列と自身のマスの上下前後方向に4ターンの間攻撃力50倍防護貫通すり抜けダメージ策を設置した。なるほど、ダメージ範囲に策を設置する。そうだね、特性を、うわ強い、相手の効果アップ。ああいいね、しかもこれ吸収にプラス全体がついてるからめっちゃ強い、ね、うわだから自分でモリモリにできる、できる、攻撃力めっちゃ盛れる。 T スキルは自身が1ターンの間ダメージ無効、自身がブロック状態であればさらに自身が1ターンの攻撃力15、強い。ただブロックは補助できないな、ブロックは別のキャラで。そうだ、ね、交換しなきゃいけない。まあでもブロックつけるキャラは結構いるからめちゃくちゃいるね、うん、はい、みたいなのが2体新キャラですと。で、私持ってないのはマーメイドのサケバス、ウィザード、ずっと出てないケリ姫ぐらいかな、うん、この辺りです、うん、あれもみんなもね絶対おすすめのキャラね、下から4番目出た、こいつは絶対取ってくるんですよ、オリオン、まあ、これはね、取るというかもう勝手に出てくるわいやだけど一応ね、あ一応ね、うん、狙うほどでもないけど、そうだね、勝手に出てくると思います。で、11回、22回、30回、なんかさ、俺なんかバグって課金できなかったんだよね。あら、なんかずっとリトライしてくださいみたいな。いやでも最近あるよな、たまにある、うん、そうで、時間置いてからやってくださいって言われたんで時間なかったんで、残ってたら150だけで回しますみたいな。はい、いけ、最近俺って出てたっけ。いや、あんま出てない、出てない、出てない、そろそろ回収できる、うん、回収ターンのはず。運を回収って本当に意味わかんないよ、オカルトすぎるけど。あ、来たよ、2で、もうほとんど欲しい、おい、おい、あ、もうハッターいなかったんだ、おい、いなかったんだ、ね、ほとんども星7だからな、ほんそうだ、うわー、いいの出るけど、ええー、まあ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 、1回目、うん、こんなもんですよ、でハンターもなかったもん、いなかったね、もう言うて、ガンホーコラボも何回やってんのっていうの。やってるよね、一番やってんじゃん、それは多分ね、コラボのやつとしてはね1年に2回ぐらいやってる時あったもん。あーあったあった、1回、そう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 、多いよ、3連続止まればいい、勝ち、はい、はっ、はい、や、惜しい、あ、来るよ、はぁ、惜しい、違うんだって、稲須さん出てるけどね、うん、稲須さん出てるけどね、そうではないんですよ、やば、早っ、あれ、最速で終わる、やばいって、うわ、やべ、焦った、もう売ればいいじゃん、うん、俺じゃん、あー、これあれか、それもう、星の売るじゃん、うん、はい、なんか受け取った時に、そうだね、多分、お知らせボックスを受け取ってしまったの、はい、もういけ、はい、頼む、俺っち、ここで一回、うん、リセット、あ、終わった、今すかした、すかした、思わせぶりだ、思わせぶりな態度を見つけてますか、やっぱ止まれ、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 終わってるって、え、あ、梅が出てなかったのかい初期キャラ結構なんならこのゲーム何だったっけ、これはカードのやつね、カードのやつね、やっべあったよね、やべえ、ドアスでした、まあ、結構やってたのに、まあでも今でもね、あの稼働中ということで、やべえ、何だっけ、皆さん教えてください。 あとさ、うん、
あれはあのー、ガンホーコラボでさ、うん、10連引けんのよ。あ、俺 もらってないまだ多分。あのお知らせボックス。そうだよね。メールにあるから。一番上かな、あのコラボの7番目。コラボのプレゼントの7番目。これか。き、うん、たー。これ10連引けるから。いくぜ。お願いします。すげえ。意外と俺持ってないみたいな。旧キャラだけど。旧キャラが出てなかった。うん、あれ、いや。まあでもこういう時に出るかもしれない。確かに。で、いやー、まさかのおめ。あー、ポッピー、ああ、忍者来ました。ええって。イシスのね、やっぱビンゴ欲しかったな。いらんかった。ダブルリーチだったのに。確かに。はあ、ダメか。じゃあ課金もさせてもらえないし。本当だよ。まあしょうがない。うん、はい。まあそんな感じですね。新キャラ出てますけど、正直俺デザイン的にこのブラックバード欲しい。そうね、ロボットかっこいい。超かっけえこれ。忍者ガトリングに刀ってもう全部持ってる。まあほんでなんか足にもブレードついてるしよ、何でもありだ。超かっけえわ。はいはい、みたいな感じですね。ガンホークラブやってまして、でちなみになんですけど、うん、土曜日の夜、あ、今日多分動画が上がるから明後日ですね、はい、明後日です、はい、明後日金土として明後日なんですけど、目つきが来ますんで。あ、なるほど。はい、小助さんにやってもらおうかと思ってます。じゃあちょっと準備しとこうかな。はい、うん、そんな感じですね。生放送ね。はい、ライブ配信やる予定ですね。そちらもですね、皆さんチェックしてみてください。はい、という感じで今回の動画は以上となります。それではまた別のデイ、バイバイ。